紛争地の地図。イギリスはコロンビア側、川口までを主張し、アメリカは北位49度線を主張した。この間には太平洋に面した戦略的に重要な天然の両港ピュージェット湾やファンデフカ海峡などが含まれるオレゴン条約は1846年6月15日にワシントン DC においてグレートブリテン及びアイルランド連合王国と アメリカ合衆国との間で調印された条約である。1818 18年の条約からイギリスとアメリカによって共同で占有されていたオレゴンカントリーに対するアメリカとイギリスの競合する領有権の主張により発生していたオレゴン国境、紛争がこの条約によって終了した。共同占有は両陣営にとって着実に耐えられないものとなっていった。 イギリスがアメリカ大統領ジェームズ・ポークの北緯49度線に平行に境界を設定するという申し出を拒絶した後国内の領土拡張論者はオレゴンの北の境界である北緯54度40分までの全領域の併合を要求したしかし米北戦争勃発によりアメリカの注意と軍事資源がメキシコ方向へそれたため妥協が成立した条約は 後の大統領であるアメリカ合衆国国務長官、ジェームズ・ブ・キャナンとイギリスのアメリカ特命全権ーミツ密院メンバーのリチャード・パケンハムが交渉した。条約は1846年6月15日に調印された。オレゴン条約は北、アメリカにおけるアメリカとイギリスの境界をバンクーバー島を除き北49度線に並行とすることを決めた。バンクーバー島は イギリス領となった。カナダ成立後は北伊49度線はワシントン州とブリティッシュコロンビア州の間のアメリカカナダ国境となった。アメリカ領となった部分は1848年8月14日にオレゴン準州となった。この条約はファンデフカ海峡内の境界を主要な水路と定義した。イギリスとアメリカによるジョージア海峡における主要な航路の位置や 解釈の違いのため、両国は同じサンファン諸島を占有し、将来に過根を残すことになった。ハドソン湾外社はコロンビア側利用の権利を保持した。1859年、ジョージア海峡の不明確な国境がサンファン諸島の領有権をめぐる豚戦争と呼ばれる危機を引き起こした。ありがとうございます。